皆さんこんにちは。直小学校のヒロ先生です。はい、それではね、2年生のね、4月の授業1次元目に、引き続き今回ね2次元目を行ってね完成させていきたいと思います。で、前回ねテキストの、30番目まで終わったので、31番目からね、柑橘系の3つ仕上げていきましょう。でね、みんな乗り方一緒なので、ちょっと一番見やすいオレンジのとこでいきます。一つ一つの房ごと書いていきます。軽めで房の中を、ね、薄皮の白をちょっと下げてね、白消えたら消えたでも大丈夫です。これ囲みます。囲んだらこうね、点で書くように、こうちょん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 って音するでしょ、ちょん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 と。で、粒々はこっちの方向なので横に塗らないで、ね、こう囲ってあげたら、ね、こっちの方向、縦方向にちょん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 と、ね、塗り切らないでこんな感じでやっていきましょう。オレンジはオレンジ、ね、レモンは黄色、ライムはね、この黄緑というところでね全部やっていきましょう。はい、こんな感じで、レモンはね、カット方向が違うので、最初白で引いたところに合わせてね、こういう方向でね書いていってください。そしたらね、レモンはちょっと一旦休憩で、オレンジと、ライム黄色を出していきます。今と同じように上から、黄色をこのように足していってくださいね。ライムとね、このオレンジです。はい、全部やっていきましょう。はい、こんな感じです。テキストでいう、32番ね、がでこんな感じですね。そしたらね、次白また同じように足していってください。ちょっとね、白はちょっと強めにね、細かいハイライトを入れるイメージです。まあ、同じようにね、ちょん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 っていう感じでね、点を打っていくような感じ。でね、たまに明るいのとかね、出るといいです。ね、ちょっとハイライト気味にね、粒が光ってるようなイメージ。こんな感じで。はい、これはね、全部レモンもね、3つともやっていきましょう。はい、こんな感じで。でね、ちょっとこの時点で、そのね、実の部分に黒がちょっといっぱい残っちゃって穴開いてるように見えちゃってるなと思ったらね、使った色で足してね、程よく埋めていってください。多少ね、やっぱ、黒い部分がね見えても全然 OK です。じゃあむしろね、見える感じの方がメリハリついていいと思います。はい、そしたらね、34、さらにメリハリつける意味で、ライブはね、元のね、色をこの際のところにね、要所要所にこうちょっとね強めのやつを入れていきましょう。で、オレンジは、ピンク、このね、薄皮と実の間とかね、全部囲っちゃうとわざとらしくなっちゃうので、要所要所でこうね、アクセントで加えるような感じ。かな。で、レモンに関しては茶色、まあ、この辺りぐらいとかね、ちょんちょんちょんと、この下とかね、こっちが陰ってるんでちょっと強めだね。強すぎちゃったらね、元の色でこうね、なじませてください。はい、こんな感じでいいと思います。はい、じゃあ次ね、9いきます。同じくね、まずね、薄いですけど、皮が見えているので皮をね囲います。キウイの、一番外側のラインですね、ベージュね、これで囲んでください。はい、そしたら次ね、真ん中のところね、白、ここはしっかり囲っちゃっていいです。こうやってね、形囲ってあげたら中しっかり塗りましょう。だね、放射線上にね、ガイドラインで線ね、下書き入れてると思うんですけど、こんな感じね、書いててください。
ね、ベースカラーとなるね、黄緑色、これで今のね、この周り一回さっきのね形、これかこうね、こんな風に囲っちゃってください、分かりやすいように。でそこの線からこのね白と白の間にもね、こうまずねこうやって入れていきましょう。ね、こう放射線状にねカットした場合、キウイのね模様はこんな感じになっていくので、そしたらカバーの部分少しかすめながら、ここはねちょっと、ちょっと皮の部分こすりながらなので、一回一瞬でぐるっとしちゃいましょう。こんな感じ。そしたらさっきのね放射線で出した延長線で、そのね囲った線のところまで放射線状に沿ってそのままつなげて、全体的に黄緑でね描いていきます。こんな感じね、全部やっていきましょう。はい、こんな感じになったと思います。はい、じゃあ次ねテキストめくってもらって、37番目ね、37番目。じゃあまた白、白で放射線状で伸ばした延長線上で、ちょうどね真ん中あたりぐらいね、真ん中あたりぐらいがね全体的にもっとね明るくなるように、こんな感じでね白をこうやって足していきましょう。はい、こんな感じです。次38番で緑ね、緑で、さっき放射線状、このね真ん中の白い部分から放射線状でね緑側、白じゃなくて緑側だから、まだ等間隔というか間にこの白のね真ん中の根元からこの緑をクイクイと、こんな感じで少し間を空けながら、こんな感じで入れていきます。はい、こんな感じ。そしたらねちょっとまだ塗り足りてない外側の部分とか、この延長線上がね自然になるように、今緑入れたのをねこの出口のところからなじませるようにね、もうちょいこうやって埋めていきましょう。はい、こんな感じですかね。そしたら今度キウイのね、種描いていきます。39番目、濃く濃い、あ、こいつか、緑のねところにこうやってつぶつぶと種をブラックペンシルで描いていきます。緑の 上をね一つの目安としてそこに入れてってください。はい、全部ね入れていきましょう。はい、こんな感じになったと思います。そしたらね、次ね、キウイはこれで終わりです。イチゴいきます。ヘタの葉っぱの部分を先に描きます。黄緑、緑、白ね、この3色ね、細かいですから黄緑で描いて、葉っぱのねその、先のところに白をねちょっと重ねてあげて、でいちごの実のね、部分の、境目のところにね濃い影としてね、緑これ入れてください。そしたら、軽く間をね黄緑でなじませるようにしてください。こんな感じ。ね、だいたい色が乗ってれば、葉っぱの形で、ね、乗ってればはみ出ても、あとね、あとでブラックペンシルで整えていきますので、こんな感じで大丈夫です。はい、そしたらね、実のね、カットの中描いていきます。以前ね、ショートケーキだったかな、なんかでね、カットね描いたと思うんですが、いちごいっぱい描く機会あると思うんでね、またここでも練習しておきましょう。まずは、真ん中にね囲っているこのねちょっと楕円というかね、この形のね、あ、なんかこうちょんちょんと入れてきます。で外側ね、ここに実のですのが2本線分ぐらいかな、ちょっと太めにこんな感じにしておいてください。その時一つポイント、このね上のねヘタとつながってる、葉っぱとつながってる部分は少し開けてね、そこは囲わないでください。そこヘタなのでつながってるところは、赤のね実が、できてます、白です、なので開けてください。
そしたらじゃあ次にオレンジで、今の赤の内側ちょっと赤に重ねてね、こんな感じで入れていきます。こうね、こう重ねて色が混ざるようにして、中間的にね、ぼやっとした色をね出したいです。でここの周りも囲って赤のねところにかすめてください。こんな感じでいいと思います。そしたら次ね、白でね、前にもやったと思いますけど、ね、上側、さっき言ったね、上側ね、ここはしっかり白入れちゃってください。そしたらここからこういう感じですね。方向としてはオレンジからオレンジに、橋渡しするかのような感じでこう描いていきます。ちょっとね、程よくオレンジを引きずり出すので、こうね、模様、いちごのねカットの中のね模様が自然にできていきます。じゃあいきましょう。はい、こんな感じになったらいいと思います。はい、そしたらじゃあ次ね、最後ね、最後のモチーフ、リンゴを描いていきます。そのまま赤で、リンゴのアウトラインと、ね、このヘタの部分ね、の周りのラインもちゃんとな、ね、まずねなぞってください。まずね、先になぞることが先ね。そしたらね、ざっとね全体的に均一に薄めに塗ってください。はい、こんな感じです。そしたらオレンジね、赤の場合だけね、以前にも赤のモチーフの時にね、あったと思うんですけども、白ではなくオレンジで、ね、明るくしていきます。どこかっていうと、リンゴの、一番高い位置、ここが一番高い位置になるので、ね、この、ライン上で光が一番当たる部分です。どっかね一箇所強めのも入れといていいと思います。でね、自分での、思っているよりも赤はすごく強い色なので、オレンジはねちょっとね思っている強めに多めに入れちゃってあげてください。はい、こんな感じですね。じゃあ次ね、赤の影色、シャドウ色ね、ワインレッド、このね、濃いめの赤、これをね、まずね、ヘタのライン、ヘタのねラインのところと、ヘタの両サイドね、ここもヘタの影がつくところなので、ここに入れましょう。ただね、下側の部分とこのね境目のところにも入れてください。はい、こんな感じになりますね。じゃあね、次テキスト45番目、赤に戻ってね、オレンジのところをやはりね混ぜ重ね塗りをしてあげてくださいね。そしたらチョークね拭いてから、濃い部分も同じようにね、影の部分もこのようにこうね混ぜ塗りします。で最終的にね、こう塗り足りてない最初のざっと塗った部分があるから、ここをしっかりと塗ってあげるという感じです。はい、はい、こんな感じでね全体的に塗れたら、次、指でね、ね、先ほどから繰り返し同じです。色と色を重ねたところね、色と色が重なったところを指で混ぜていくね、重なったところね。でそこから指を拭いて、明るい部分なじませる、濃い部分をなじませるという手順で、混ぜていきましょう。はい、じゃあこんな感じですね。色と色とはね合わさった時にね線がね出ないようにね、しっかりねなじませてあげてくださいね。でね、さっきも言った通り、赤は強いので、赤でオレンジ結構ね、弱まりがちなので、一番ね明るい部分ね、ちょっと弱いなと思ったところがあればね、このようにオレンジを、オレンジの部分ね、ここに足してあげて、より明るくしてあげてください。なんか輪っかで線出ちゃったらね、それもね指で軽くなじませてあげて線を消してあげると。はい、こんな感じですかね。はい、じゃあ次、ページをめくってもらって、ハイライト、一番ね今明るくした部分の、
一番高いところね、そこに光が強くなります。白でオレンジの上ね、白でハイライトを入れていきます。押し付けてグリッとグイッと適当にね、こんな感じです。ここ一番強く入れたいかな。こう押し付けてグイッと、こんな感じで押し付けてで、ね、どうしても強くつけるからね、ちょっとねわざとらしい感じでね、大げさについちゃいます。そしたらね、オレンジでこうね、白の、乗っかったサイド、両サイドのところをね軽くなじませてあげると、ぼやーっとしたね感じになって、自然になじんだ感じになりますね。こんな感じでね、ハイライト仕上げていきましょう。はい、こんな感じになったらいいと思います。そしたらね、最後ね、リンゴのヘタ49番目、焦げ茶と、ベージュとね白、この順番で書いていきましょう。はい、こんな感じでね、チョークで描く部分はこれで完成です。そしたらね、周りね、もし汚れていたら黒い消しゴムで、きれいにしてもらってね、そしてから、ブラックペンシルでね、アウトラインを整えつつ影の部分をね入れていきましょう。物と物との境目とかね、特にリンゴのね、ここね、ここ以上深いですから、ここスッとヘタの周りもねちゃんと整えてあげて、この辺に影を強くしてあげたり、こう抜くようにね、線を入れてここを囲むというよりは影を描くというイメージでね描いていきましょう。じゃあ最後ね、仕上げ頑張っていってください。はい、こんな感じで完成しました。いかがだったでしょうか。お疲れ様でしたね。やっぱね、こうやって自然のフルーツの素材は結構ね、いろんなシーンで、用いられます。でね、今回は、柑橘系ちょっとね、コツをつかむのは難しいかもしれませんが、3つ書いたのでね、ちょっと慣れたかなとかね、あとはキウイとかね、イチゴも特徴的なちょっと描き方、あとはね、オレンジのようにちょっとボコボコした素材はどんな風にして描くのかというようなことでね、盛りだくさんの内容で、授業ねさせていただきました。ということでね、4月の授業はね、2年生これで終わりたいと思います。それではね、また5月楽しみにしていてください。お疲れ様でした。ではさようなら。